はい、こんにちは、ポップです。エフ f クトチャンネル。11月8日月曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペス円、南アフリカランド円、 トルコ、リラエンの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。週明けの為替相場は、金曜日の雇用統計発表後にですね、円高方向に進みました黒線は、若干ね、円安方向に戻すというようなね、動きが出ておりますが、まだまだ欧州勢の本格参戦、そしてニューヨーク勢も参戦していないというところでございますのでね、まあ今後の動きをね、しっかりと個別に解説をしていこうと思います。 あとはね、本日からニューヨークマーケットもサマータイムが終了して、経済指標へね、本格参戦が1時間後ずれになるというところ。そして欧州の方はね、もうすでに先週からね、サマータイム終わっておりますので、ちょっとそのあたりね、今までとは1時間ね、時間軸が変わってくるというところもね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは世界の株価ご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは週明けの東京マーケット。 日経平均は前日比マイナス104円。終値で,で29,507円ということで、わずかに0.35%下落しまして、1週間のスタートを切ったというところでございます。寄り付直後はダウの方がね、上げておりましたので、まあ、それに基づいて、ギャップアップでね、始まったところでございますが、まあ、場の間もない時間にマイナス圏に突入しますと、 そのまま5番もね、挟んで、こちらの方はマイナスで引けてしまったというところでございます。ただね、わずかな下落というところは覚えておいてください。そしてアメリカの長期金利に関しましては1.47%雇用統計発表後にですね、大きく下落してきました。まあ、雇用統計のね、結果は良かったというところでございますが、 これはね、意に反して長期金利が下落。そしてドル円相場もね、114円台から大きく落ちてしまったというところでございますんでね。まあ、このあたり、しっかり頭に入れながら、為替相場見ていきたいと思いますので、まずはクロス円の米ドル円から解説をしていきましょう。はい、こちらクロス円の通貨でございますが、まずはドル円の1時間紙、デイトレの時間軸で見ていきたいと思います。 まずね、冒頭にもお話ししました通り、金曜日にはアメリカ雇用統計の発表がありまして、大きくね、一旦は上方向に114円にタッチするところがありましたが、その後急落。113.50の今までのサポートラインも割り込んでしまってクローズするというような状況でございましたが、一旦はね、こちら東京マーケット週明けのところで回復。113.50を上回っているというところでございます。 ただね、ここ大事な局面になっておりまして、今までね、この先週の木曜日と金曜日にサポートを受けておりました113.60、ちょうど今ぐらいのラインですね。このあたりはまあダブルボトムということで、 え、サポートが入っていたというところでございますが、まあ、こういったところを割り込んでしまいますと、今度はレジスタンスになりやすいということでね、いまいち反発してきても、この移動平均線24と113.60付近でレジスタンスを喰らい始めているというところでございます。よってですね、本格的に反転を期待できるというのは、やはりね、過去のサポートを上抜けてからですね、こちら113.60を明確に上抜けて、 その上側でサポートが入らなければ、直近のね、このサポートラインにレジスタンスを食らうという形になってしまいますので、まずね、ロングを組む場合に関しては、113.60を超えてからのサポート、いわゆる陰線要線が出てからの、こちらはね、ロングという形で考えていただければと思いますし、あとね、結果的に113.50、今は V 字回復をしておりますが、 このまま113.60付近でレジスタンスを食らってしまって、再度113.50を、この1時間の平均足が明確に割り込んでしまった場合、ここはね、下方向に落ちやすいところでございますんで、113.50、下髭ではなくて、実体ベースで1時間足ベースで割り込んだ場合には、逆にショートを取っていく。 これはね、いわゆる113.60付近の過去のサポートラインがレジスタンスとして機能したということになってしまいますので、まあ、こういったところ、113.60が非常に大きなポイントとなろうかと思いますが、そこで超えてですね、反発をするのか、そのまま押されて、下方向に下がっていくのか、それに合わせてロングとショートを考えていくというところがね、今後の欧州勢の本格参戦で見ていくポイントになろうかと思いますのでね、このあたり注意しながらポジションを取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。 お願い,いたします、はい、以上で、ね、ドル円相場の解説を終わりまして続いてユーロ円のね解説に入っていきましょう、はい、ユーロの方もね金曜日の雇用統計のところで、まあ、ドルほどではございませんが一旦は落ちてしまったというところがねここのところで見てお分かりかなというところでございます。 131円をね、割り込んだところで一旦反発が入って、まあ中途半端な位置でね、クローズしたというところでございますが、ドル円同様、今日の東京マーケットでは一旦反発するものの、まだね、この金曜日の高値の131.50、ここを上回ることはできないという状況になっております。 この131.50でございますが、よく見ていただきますとね、過去にサポートラインが入っていたところでございますんで、過去のサポートラインをね、ここ明確に割り込んでしまいますと、今度はレジスタンスラインとして機能しているというところもね、まあ、ここのところ、金曜日のところで見てお分かりかなと思いますんで、やはりね、この本格的なロングを取るんであれば13、131.50、過去のサポートとレジスタンスですね。 ここを超えてからのサポートが入らなければ難しいかなと考えておりますんで、引き続きね、ちょっと移動平均線の上側で押し目をつけたというふうに見えるかもしれませんが、すぐね、レジスタンスがあるということを考えていただきますと、 このレジスタンスラインを抜けてからサポートが入ってロング131.50の上側で陰線から陽線でロングというところでもね決して遅くないかなと考えておりますのでねまずこのようなところでロングポイントを狙っていくとと,ともに、えー、まずねこちらの結局は131.50抑えつけられてしまって再度移動平均線を下回ってしまった場合ですね こういったところは、えー、これね、えー、まあ、ダブルボトムとは言いませんが、2回とも131円ぐらいに跳ね返されているところがありますので、今度ね、移動平均線を割り込んでしまいますと、この131円アタックということで、下方向に攻めてくることが考えられる。 よってですね、移動平均線も、えー、こちらね、えー、下方向に行きますと、これから垂れてきてしまいますんで、えー、この場合はショートを組む。そして、えー、このね、131.50を超えてきた場合には、移動平均線上がってきますので、その上側で陰線陽線でロング。そして、移動平均線を割り込んでしまった場合は、えー、ここはね、ショートを取っていく。えー、このような考え方でね、えー、欧州勢の参戦後に動きが出てきたら、ポジションを取るべきかなと考えておりますんで、えー、狙い目はね、131.50のサポート レジスタンスを受けるかどうか、ここに注目をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、ポンド円の解説に入っていきましょう。はい、先週、ポンドはね、木曜日に発表されました資産買い取りプログラム、こちらがね、金融緩和の縮小をせずというところでね、大きな下落というのは記憶に新しいと思います。 その後ですね、移動平均線にじりじりと頭を押さえつけられて、金曜日までね、ずっと右下下がりというところでございましたが、今日の東京マーケットで一旦はね、この移動平均線24を上回ってきたというところ、ただ、戻りはまだまだ急に戻っていなくて、戻りは弱いというところでございますので、ね、このあたりを頭に入れた上でですね、やはりロングポイントに関しては、過去のこのね、サポートとして機能しておりました、153.50ですね。 ここを越えてからで本格的なロングはよろしいかなと考えております。よってですね、153.50、一旦は勢いよく抜けて、その上側でサポートが入った場合、抜けた瞬間にね、ロング取ってしまいますと、まあ、上髭で押さえつけられてしまうというリスクがありますので、あくまでもそこの上側に行ってから、陰線陽線の平均足がサポートというね、えー ところを見せてからですね、ロングを取っていく。153.50の上側で陰線要線でロング。まずはね、ロングはそこを狙っていただければと思いますし。 あと、再度ね、この移動平均線と153円というね、まあ、切り板のところを割り込むような動きがあった場合には、ここはショートを狙っていくところかなと思いますんで、まあ、トレードの基本としてはね、上がるか下がるかを予想してポジションを取るのではなくて、上がった場合に、例えば今回は153.50の上側でのサポート、そして下がった場合には、153円を1時間の平均足が実体ベースで割り込んだ場合ですね。 こういったところでショートを取っていくという考え方、えー。あくまでもプライスアクションを意識したというところでございますので。まあこのようなところが出てきた時のみポジションを取る。そしてそれ以外の動き。例えばね、レンジ相場でうろうろしているというところであれば、ポジションは優位性はないのでね、取る必要はないかなと考えておりますので、今お話しした動きが出たところのみ、えーね、ロングショートを取っていくということを心がけていただければと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。 はい。えー、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続いて5ドル円の解説に入っていきましょう。 はいえー、5ドル円もね、えー、他のユーロ円やポンド円と同じように、えー、金曜日のところね、既、まあ、に下げていた5ドル円でございますので、まあ、雇用統計後にそこまで大きく下げませんでしたが、まあ、比較的ね、えー、今日は強めに、えー、金曜日の中頃ぐらいまでのところまでサポートが入ってきたというところでございますので、えー、このあたりのね、工、え、房、ー、特に84円の上側での工房ですね、84円の前後での工房、こういったところに注目をいただければと思います。 こちらの方はね、もう移動平均線が右下下がりから横ばいに切り替わってきておりますので、84円を超えた今ですね、今回ロングを取るところは、一旦ね、この調整が入ったとしても、84円を割り込むことなく、陰線から陽線に切り上がった場合ですね、ここはロングを取ってもよろしいかなという感覚になってきました。 しかしながらね、84.50には過去のサポートラインがまあビチッとね入っておりますので、一旦ね、ロングを取った場合でも、この84.50付近での利格は必要になろうかと思いますのでね、ここはロングは限定的というところはね、覚えていただいて、またね、レジスタンス食らわず上回った時にね、その上側でサポートが入れば、もう一回ロングを入り直す。こういった感覚でよろしいかと思いますし、 あと、下方向に関しましては、ここはね、移動平均線、今横ばいになっておりますので、ここ1時間足ベースで明確に割り込んでしまった場合は、ここはね、ショートを取ることによって、一気にね、今までのこのロンガーさんたちが損切りをし始めるところでございますんで、この84円を割り込んで、移動平均線24も明確に割り込んだ場合は、ここはショートを取っていく。ということで、84円を起点としまして、その上側でサポートを受けるか、 そして移動平均線と84円を明確に陰線が割り込んでいくか。このようなところでね、ロング、ショートの判断をしていただければと思いますので、参考にしていただければと思います。はい。以上でね、クロス円の4ペア、4通貨の解説を終わりまして、続いてドルストレート3ペア、3通貨の解説に入っていきましょう。 ドルストレートの方もクロスンと同様にですね若干上方向と言いますか今はドル安方向に傾いているというところでございますが、まあ、これからの、ね、しっかりとしたサインを見ていきたいと思いますまずは、ね、ユーロドルの1時間足から見ていきましょうこちらは、ね、週末スペシャルでもお話ししましたが中途半端な位置では、ね、ポジションを取る必要はなく今、レンジ相場とされております1.1550と1.1575ですね ここの25ピプスの間に関しましては、特にどのような動きが出るかどうかわかりませんので、ここはポジション取らなくてもいいんじゃないかと、私はね、週末スペシャルでもお話した通り考えているところでございます。え、それはね、やはり1.1575ですと、上方向にね、サポートが入っておりますので、まあ、今回ね、レジスタンスとして機能しやすいというところ。そして1.1550は過去の、まあ、ここもね、ダブル ボトム気味に上がっておりますし、過去もね、出来高のところ、直近のところも出来高ありますんで、この1.1550もなかなかサポートは厚いと考えております。よってですね、ここは単純にレンジブレイクしてからロング、ショートを狙っていくというところでございますが、ロングに関しましてはクロス円でもお話した通り、1.1575を一旦上抜けて、その瞬間にポジションを取るのではなくて、その上側でサポートを受けたところ、 1.1575の上側で平均足が陰線から要線に切り替わったところでロングを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますし、ショートの場合は逆にですね、1.1550を割り込んでその瞬間でポジションを取るのではなくて、1.1550の下側でレジスタンスを食らってから要線陰線が出てからショートを取っていく。 よって、騙しはしっかりと解除して、上に抜けた瞬間、下に抜けた瞬間にポジション取るんじゃなくて、上であれば、その上側でのサポート。そして、下に抜けたのであれば、その下側でのレジスタンスを食らってから、流れについていくという形でよろしいかと思いますのでね。くれぐれも狭いレンジの1.1550と1.1575。この25ピプスでは、ポジションは取らなくてもいいかなと考えておりますのでね。参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いてポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドドルの方はね、少しばかり今日は動きが、えー、ないように見えますが、まあこれはね、えー、ポンドの方が資産買い取りプログラム先週の木曜日でございますが、そこの部分で、えー、金融緩和の縮小せずということで下がった後遺症が、えー、未だ引き継いでおりまして、この1.35を明確に上抜けることができないという事態に陥っております。 まあそうなればね、今、レジスタンスをねちっこく食らっているというところでございますが、まあ逆を言えばね、このレジスタンスを超えてサポートが入れば一旦ロングを組めるかな。そして1.35から1.36の間ですね、約100ピプスでございますが、ここストンと落ちているところでございますんで、まあいわゆる真空地帯がストンと落ちている。逆を言えばね、上がるときには結構ね、順調に上がっていくと思いますんで、ここは1.35を一旦上回って、その上側でサポートを受けることがあれば、 しっかりとね、ま、100ピプスまではいかないと思いますが、まあ、案外ね、1.36近くまでは上がっていくことが想定されるということなので、1.35の上側で陰線予選。ここでロングを取るというところと、あと、今移動平均線をね、少し上回っておりますが、ここ割り込んでしまって、1.3450。 ここを、ねえー、割り込むような動きがありますと直近の安値をブレイクするような仕掛けが入りやすくなりますのでここは、ね、1.3450を明確に割り込んだところではショートを取っていく。よって上は1.35、下は1.3450、えー。こういったところを、ね、目安にしていただきまして上側でサポート、えー、一旦上抜けてからのサポートがあればロング。 そして1.3450を1時間の平均足、まあ陰性になろうかと思いますが、それが明確に割り込んだ場合にショートを取っていく。このような考え方で大怪我せずにね、えー、まあ利益を上げやすくなるんじゃないかなと考えておりますので、参考にしていただければと思います。えー、以上でね、ポンドドルの解説をおりまして、続いて5ドルベイドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、5ドルの方はね、えー、と完全に今日もね、えー、まあ反発しておりまして、金曜日の雇用統計前につけましたね、安値0.7355ぐらいかな、こういったところは明確に反発をして、今は0.74付近まで戻しているというところでございます。まあ、こうなればね、この0.74と移動平均線24、こちらを、ね、参考にしていただければと思います。 移動平均線のこの24が今横ばいになってきておりますので、まあここからね、どうなるかというところ、まず上方向を想定してみますと、こちら0.74を一旦上抜けたところでございますが、ここがね、もう一度陰線から陽線のサポートを0.74の上側で受けることができれば、ここは絶好のロングのパターン。そしてね、ここのところはスルスルっと落ちてきま、落ちてきてしまったので、 まあ上がるときはね、案外早く上がる可能性がありますので、まあこういったところ0.74の上側で陰線要線でロングを組むというところと、あとはね、逆にこの0.74を下回って移動平均線24のこの黄色いラインですね、ここを明確に1時間の平均足が割り込んでしまったら、 ここはショートを取るということでね。結局は0.74にレジスタンスを食らってしまったという形になりますんで、まあここのね、直近の0.73、55から60ですね。この安値を抜けてくる可能性が非常に出てくるというところでございますんで、この0.74を下回って移動平均線24を下回ったところで、ここはショートを取っていく。このような考え方によって、まあ上に上がるか下に下がるかの予想ではなくて、上がった場合の0.74以上での 因線要線のサポート。下がった場合は、移動平均線を1時間の平均足が明確に下回った場合ですね。こういったところで、ロング、ショートをかけていくというところがね、考え方が大事だったと思いますので、今の段階で予想してポジるんではなくて、しっかりと動きを見ながらね、想定通りに動いた場合のみ、ポジションを取るというところをね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、えー。以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後に新興国通貨、えー、こちらをね、見ていきたいと思います。はいえー、新興国通貨はね、まずはメキシコペソ円からでございますが、チャート2つ用意しておりまして、右側は1時間足。これはね、約1週間の時間軸となっておりますし、あと、えー、左側には日足チャート。これは約半年間の時間軸のチャートになっています。 先週1週間ね、見ていただきますと、木曜日のところですね、FOMC だとか、アメリカの雇用統計、金曜日ですね。まあこういったところでね、ずんと1回上がって、2回目もずんと上がって、そのままね、まあ、1週間、 で、見た際の今は高値に上がってきているということで、まあ、結局 FOMC と雇用統計を受けまして、長期金利が下がってきたというところでね、新興国通貨は、米ドル建ての債券の利払いが負担が減ったというところでね、まあ、強くなってきているというところでございます。 そして、冷やしチャートでいつもロングポイントをお話ししておりますが、今回はね、5.5円を下回ったところでロングを取りましょうという中で、今、V 字回復しておりますので、またね、今回、今ポジションを持っている方は利格のポイントになっておりますし、 新規でロングを取るという形になりますと、やはり5.5を下回ったところ、そして5.4を下回ったところでもサポートが入っておりますので、まあ、全体的に地合いが悪いところ、5.5を下回ったところ、5.4を下回ったところでロングを取りつつ、まあ、レバレッジに余裕を持って反発したところでしっかりと利確をしていくスタイルには変わりございませんので、今5.577まで、ね、上がっておりますが、5.5を下回るまでは新規のロングは控えておく。むしろ今ロングで含み 出てる方は、えー、そろそろね5.6に近づいてきましたので利確のポジション整理というところになろうかと思いますんで、えー、ロングのを取る方もうちょっと下方向で待つと、えー、そしてレバレッジには余裕を持つということをね考えていただければと思いますんで参考にしてくださいはい、えー、以上でねメキシコペソ円の解説を終わりまして続いて南アフリカランド円の解説に入っていきましょう ランド U の方もね、同じような形で1週間を通じてね、上がってきておりまして、FOMC とアメリカ雇用統計、この2つのところで長期金利の弱さから新興国通貨に資金が流れてきたというところでございます。そして、ロングポイントに関しましては、冷やしチャートをいつも見ておりますが、 今回はね、7.5円を下回ったところから、まあ7.4、7.3、7.2という形でね、0.1円刻みでレバレッジに余裕を持ってロングを取りましょうとね、言っていた結果ですね。まあ今回7.5と7.4付近でポジションを取った方も、今は一旦は利益が出ているということでね、こちらは7.6から、まあ上がったとしてもね、7.8超えるのは難しいと思いますんでね、まあ7.6ぐらいで利益を利角を考えていくというような、ね、スタイルでよろしいかと思います。 ただね、新規のポジションに関しましては、またね、7.5円を上回っているという状況でございますので、今回も7.5円を下回ったところ、7.4円を下回ったところ、こういったところでね、レバレッジに余裕を持ってロングを取っていて、7.3、7.2というところでね、計画的な難品ということであればよろしいかなと思います。これは、ね、いつまでも使えるわけではなくて、 やはりテーパリングや利上げが先進国通貨の方で行われてきていきますと、この余裕資金の方が新、ね、興国通貨に流れにくくなってしまうというところがありますね、まあ、ここは今年に限りというところでございますが、7.5終わったところと7.4終わったところ、まずはそこまで下がるところをしっかりとした方向で待つというところが、ね、よろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。えー、以上でね、南アフリカランド園の解説を終わりまして、最後にトルコリラ園の解説で締めていきましょう。 はい。えー、前のね、新広告通ツーペアに比べまして、このトルコリラ円の方は相変わらず冴えない動きとなっておりまして、1週間通じてね、じりじりと下げている。まあ、これはね、えー、形としましては、三角、えー、ペナントという、三角フラックという形でね、まあ、11.60付近の集約しつつね、底辺のところで、あと上値の方は切り下げている。まあ、多少ね、今1時間足で移動平均線を上回ったんですが、 冷やしチャートをご覧いただいてもですね、まだまだ右下下がりのさなかでございますので、まあ、こういったところ、安易にトレンド転換したからといって、ロングを組むのはやめていきましょうというところでございます。そして冷やしチャート、ロングポイントでございますが、去年の11月はね、12円まで下がったというところで史上最安値。そして今回ね、10月の末のところで12円を割り込んで、 反発しても、そのね、今までの史上最安値の12円で、蓋をされて、また下げてしまったということなので、まあ、ここはね、ロングは安い位置ではあるんですが、取ってはいけないところかなというところでございます。具体的にはね、毎回毎回説明しておりますが、オーバーシュートが起きたタイミング。まあ、じりじりと下げる展開ではね、戻りの方は限定的でございますんで、トルコリラ見ていただきますと、過去にね、この下髭を伴って大きくね、下げているところがあります。 トルコリラショックで1、1日2日で5円下げたところもあったと思いますが、まあこういったところでね、大きくオーバーシュート、ロング勢がね、非常にトルコリラ円は多いということでございますので、そのロング勢が狩られたところ、強制ロスカットを食らったところで大きくスポーンとね、落ちますので、そういったところで初めて拾い始める。このような感覚でよろしいかと思います。よってですね、この11円台をうろうろしているところではなくて、少なくともね、10円台ぐらいにスポーンと落ちた。 最悪ね、一桁も考えつつですね、そういったところで大きくオーバーシュートの売りが起こったところでね、ここはロングをそこで拾っていくというところでございますので、他のペソやランドは安値付近で仕込もうという話でございましたが、トルコリラの方はオーバーシュートが起きるまではロングはダメよというところでございますね。ここは焦って、まあ、直近の、ね、安値付近、史上最安値付近だからといってロングを取ってしまいますと、大きくやられてしまう可能性がありますので、そこは十分に注意が必要だと思います。 はい、えー。以上でね、えー、10ペア10通貨の解説を終わります、えー。本日もね、週明け月曜日でございますが、えー、YouTube ライブということで、えー、皆さんのリアルタイムでのご質問だとか、えー、コメントをね、読んでいきたいと思いますので、お時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう、えー。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またの動画でのお会いをお待ちしております。バイバイ。